疲れ様です。おお、ああ雨が。俺のスタバ、うん、悩み相談をやったらどうかなと思って。はいはいはい、どう思う？いや、普通にいいと思うよ。それはその場で受け付ける？それも事前に受け付ける？悩み相談は事前に受け付け、受けた方がいいよね。多分長くな、文章長くなると思うから読めなくなっちゃうと思う、チャットだと。そうそうそう、うん、だから、うん、コミュニティでちょっとみんなの悩みを受けて、うん、そこで見て何個か選んでさ、うんうん、その悩み相談は LINE ライブでやった時には、うんうんうん、結構まあその悩みの内容にもよるけど、うん、結構長くバーンって話す時もあったから、うん、うんうん、ちょっとなんかそういうの考えて何個か、うんうん、まあ数はねとりあえずみんなのコメントを見て決めるけど、うんうんうん、それをやりたい。うん、事前に受け付けるのはどのぐらいの期間を持つ？1週間ぐらいですか？いや、3日？ 1 日でも、うん、まあ LINE LIVE は1日でやったけど、うん、結構ね、その悩み見られるの嫌だとかそういう人もいるから。確かにそうだね、確かにそうだね。まあ、長くて1日だね。1日ね、うん、うん、OK。 まあそこは今後の相談で。本当にちゃんと無理しない範囲だったら、うん、いいんじゃない？うん、そう。やってて、まあ、それに考えた中で個人的にちょっとやってほしいなと思うのが、うん、ゲーム動画、ゲームをするガッツ。どんなゲーム？例えばね、ボンバーマンとか。まあ、ガースさんが得意なウイイレとか、うん、そうなんか勝負系、まあ、ゆくゆくはスイッチのこうスマブラとかさ、そういう系とか。でもね、うん、ゲームは、うん、ちょっと一人だったら寂しいじゃん。まあでもあれもあれもね、うん、なので、あの対決系をねやってほしいな。だからその対決を一人でやると寂しいから嫌だっていうこと。あのね、そこでこうちょっといいアイデアがあって。え？いいアイデアがあってさ、昨日配信でもさちょっと、ね、出てきたジョン君、付き人のジョン君。ああ、ジョン君、ここにいるじゃん。そうそうそう、ジョン君に相手として登場してもらって。あ、一緒にやる？そう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 。あ、それなら全然いけるよ。あり。全然一人じゃないから大丈夫。大丈夫ですか？顔出しても大丈夫ですか？いや、まあそれは全然大丈夫ですけど。いや、もともと役者目指してた。ああ。役者め、はいはい、目指してたから。はいはい、じゃあ4年前のことなんですけど。じゃあぜひぜひちょっとできれば罰ゲーム会とかで解決してもらって、うん。まあゲームだけじゃなくて、やっぱりこうミスター T の新キャラとしてジョン君、なるほどね、出てもらって、なんかいろいろ、例えばさ、韓国料理、料理やってるじゃん、クッキングクラス10、うん、
こうガンツがいろいろ頑張って作ってこう食べて最高っつって天才みたいな感じで大体こうもぐもぐ食べてもらって終わりじゃん、うん、果たしてそれが本当に最高なのか美味しいのかはっていうのそれ歌ってるの俺は今いやいや歌ってないよ多分美味しいんだろうなって絵からも伝わってる俺はさありのままのそうだねあれを見せたよ、うんあまだ見せてない、うんうん、クッキングクラスがあるけど、ね、一番最後にやったやつってあれ失敗して、うん、俺その後ちょっとへこんでたから初めての失敗で、まあね、あこれはちょっとなんか、まあねまあねうん、だからせめて俺、うん、あえてなんか、うん、みんなに見せるから、うん、嘘で美味しいみたいな感じはできない人間なんでそう、それは分かってるんだけど、うん、まあ一応こうもうあれ見ながらずっと歌ってたんだね。こんなに美味しいのかっていうのを。美味しそうだな。芝居がうまいなって。違う違う。だけどは、もうさ、ジョン君はもう付き合いがもうめちゃくちゃ長い。まあね。だからもう、多分本気のこう、なんだ、俺みたいにこう、オブラートに包まず買ってきてくれるかなって。ところがあったから、まあ、テイスティング、ジョン君にも料理参加してもらって、実際に食べてもらって、本当はどうなのか。本当に美味しい。なるほどね。やっぱり美味しい。あれ、うん、面白いと思う。あとプラスちょっと聞きながら思い出したけど、うん、例えばだけど、うん、昔あった、うん、そのスマスマのみたいに、あ例えば、はいはいはい、自分が食べたいものを俺に言う。あはいはいはい、で例えばこれ食べたいって、例えば味噌鍋が食べたいって言ったら。家の材料を俺が見て、あ、味噌鍋の材料がないわ。ああ、ない。で、一緒にスーパーに買いに行くのもとってもいいし、はいはいはい、もしスーパーが取れるんだったら、取れるんだったらね。で、足りない材料は本当にその場で買いに行って、買ってきて、うん、そこでジョンが食べたいものを作る。うん、ああ、いいね。うん、あれはいいですね。そうそうそう。まあ、本当になんかシェフの服を着てそういうなんか番組っぽくはやらないけど、はいはい、まあ、今までの普段の通りだよ、うん、ちゃんとだから最初のオープニングとかで実際に食べたいものを聞く、うん、あ今日は俺が食べたいねって、うん、分かった、材料がないから買いに行こう、はいはい、で買いに行ってきて、うん、作る場面からはいつものクッキングクラスみたいに俺が説明をしながら、うんうん、あ作る、まあ、もしくはいつも一人でそれ撮影してだから、うんうんうん、まあジョンがもうちょっと細かいショットとかを、うん、例えばその、うん、まあ今のところ料理する時に俺が顔とか映さないじゃん、うんうんうん、だから本当に料理をしてる姿とかを映してもいいし、どっちにしろカメラはあるから、それめっちゃいいね、うん、だからうん、うん、あれいいんじゃない、それいいね、うん、そうそうそう、そういう感じでね、ジョン君の顔出しも OK出てくれるよってなると可能性がかなり広がるから、うん、ゲームもクッキングも外に行って行け、気をつけながら行く企画で、まあね、今のところ俺用事やって行く時には必ず同行させるから、うんうんうん、まああれは全然大丈夫です。例えばそのうーんどっか行く時になんか車の中でも撮影をしてもいいし、なんかちょっとちゃんとあれ車に設置するものあるじゃん、はいはい、あるある、iPad だったり、うん、カメラだったり、うん、ああいうのだけ買って車の中でもちょっとやってみたらいいんじゃない。そうだよ、同一トークでさ、結構みんなの俺の知らないガンスくんとかさ、みんなの知らないガンスくんこういろんな先輩教えてもらってるけど、うん、ジョン君こそいろいろ知ってるよね。一番怖いよ。そうだよ、ね、ジョン君心の中でなんかすごく溜めてるとことがいっぱいあると思うよ。だって今はもう友達も超えて、うんうんうん、兄弟実際に、うん、まあ本当に家族みたいになってるし、うん、あと仕事のことでもいろいろフォローしてもらってるから、うんうん、だから仕事の面での俺を見て感じたことなり、うんうん、もしかしたらすんげえ面倒くさいやつだったって思ってるかもしれないから、そういうの俺のこと、どんどん今超笑ってるけど、俺ドアップで撮りたい。違う、まあまあ。オッケー、じゃあジョン君を登場してもらうと、これからね。さあついにミスター・ジェイね。ミスター・ジェイ。ミスター・ティーとミスター・ジェイ。このコンビちょっと面白いねなんか。いいねいいね。似合うよ。ついにミスター・ジェイの登場。
よろしくお願いします。ミスタージェイさん、LINE 教えてもらっていいですか。あ、もちろん、どうぞ。ガンスカにね、こドッキリとか仕掛けるときに秘密にやり取りしたいんで。わかりました。 QR じゃ、ね、はい、読みます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。仕掛けてやりましょう。はい。は？ドッキリを仕掛けると負けるもんかい。